こんにちは、リンクスのタクです。本日は東京ドームへやってきました。この日は侍ジャパンアジアプロ野球チャンピオンシップという大会が開催されておりました。すごいにぎわっている。あの WBC2023 3月2月、もですね、ものすごい人でしたけれども、今回もすごい人気です。これね、入場ゲート前ではこのようなガチャガチャとかね、ショップもね、にぎわっておりました。本日はですね、年間契約などでも大変人気な、ラウンジ食事付きの、シートですとか、少しお高めな、座席の方をね、ご紹介してみたいなと思います。この座席はロイヤルウィングシートという座席、まあそういうシートになっていましてね、アルコールは有料なんですけれども、ビュッフェなどをいただきながら、7回終了時まで好きなだけ食べ飲み放題が自由にねできるようになっています。このラウンジスペースにはモニターもあったりしまして、休憩やお食事をしながらですね、楽しむことができます。もちろんね、指定座席でも飲食は可能です。テーブルやクッションなど、ドリンクホルダーもねついていて、かなり快適に見ることができます。頭の上にはテレビのモニターがあったり、ビュッフェではですね、中華やホットスナック、スイーツなどがありました。オレンジジュースやお茶などは自由に何杯でも飲むことができました。ポテトとかね、とても美味しい。そしてナゲット、ホットドッグ、チップス、これね、普通の売店で買っても、まあ結局それなりのお値段するので、おすすめかなと思いますね。スイーツなどもねいただくことができました。これね、すごい女性の方に人気で、結構並んでいましてね、慌てて、盛り付けたのでね、ちょっと雑になってしまいました。すいません。こちらね、フカヒレ入りのね汁そばということでね、すごいこれも美味しかったですよ。枝豆とかカレーもねあってね、これ水餃子、そしてね、これオレンジジュース入れるねドリンクホルダーなんかもね、なかなか良さげではあったんですけれどもね、これ毎試合食事が同じなのかなとかね、ちょっと疑問に思った点もありました。まあ座席としては全体が見渡せる感じでおすすめかななんて思いましたね。そしてこれ台湾の話題の美少女チアガールたちなんかもですね、上から見下ろす形でよく見ることができました。まあ、正直安い座席でも僕はこう上から見下ろす方が好きなんですね。いや、この台湾のチアガールがすごい人気で、もうこれ目的でいらっしゃる方もね、かなりいたように思います。こちら気になる金額ですが、巨人の年間シートの場合3,276,800円、これビュッフェなしの場合です。これね、食事ありの場合348,640円、税込みだそうです。64試合プランでこれですからね、まあそこそこですね。やっぱりお金持ちはねこちら、購入されるのかなと思いますが、まあ、私のようなね庶民には少し高く感じましたね。まあ、でもね、とてもいい座席だなって思いました。まあ、他の座席もね、ちょっと今日はご紹介できたらなと思っております。球場の雰囲気などね、お伝えすることができたらいいななんて思っていますけれども、まあ本当にね、全体がねよく見渡せるんですよね。まあ、それではね、ちょっと違うシートもせっかくなので見てみましょう。ずっとね気になって座ってみたかった座席がありまして、それがこちら4人座れるボックスシートで、横にも慣れてしまいますし、半個室のようなねシートで、こう上下左右あまり気になることなくですね、全体がとてもよく見える最高な座席です。これね、4人席で384万円年間ですよね。1人当たりで計算すると96万円ですので、まあまあかなって思います。これね、すごかったのは USB 充電なんかがあったり、テーブルの下にはコンセントまであったんですね。これは知らなかったです。ここめちゃくちゃおすすめです。いつかねこの座席でデートとかねしてみたいですよね。これはマスカバナというグループシートです。もう1500万円超えということでね、ちょっと及ばない、まあ、グループシートですね。見え方もですね、まあ普通の座席とあんまり変わらないななんて思ったんですけど、ちょっと金額がね怖くなってしまいましたね。まあ、いやいや、ネットがね気になりましたね。
でこのシートは契約がですね、シーズンシートの契約がすぐにね、こう完売になってしまっているようですね、こちらダイヤモンドボックスシートということで、解説室の真下にあるところですね。で今回ね、試しに座ったのがこのチャンピオンズシート、このダイヤモンドボックスシートの真下にあります。シートにはクッションがついていて、まあ、ちょっとね狭めかなとは思ったんですけれども、まあ、とにかくバックネット裏ということでね、大変こう臨場感をね感じる座席となっていますね、この日始球式に荒川静香さん、イナバウアー投法ということでね、登場されていらっしゃいましたね、この日は日韓戦でしたね。侍ジャパンの試合も本当に素晴らしいんですけれども、いやちょっとねこのチアガールが何かと話題になっておりましたね。あの世のおじさま方や野球じじいどもはですね、気づくとこちらのチアガールを見てしまっていたんですね、今は何かとこの韓国系というものもね流行っていますしね、おっと、野球を見ないとですねしかしやはり1階ですとこの売店に近いというメリットはありますね。すぐこのローストビーフ丼などを買いに来たりですね、スイーツを買いに行ったりということが可能だったりします。ローストビーフ丼お買い上げでございます。この隣のねロングポテトとステーキがめちゃくちゃコスパ良くて美味しいんですよね。すいません、我慢ならずここで一杯、もう完全にジジイ化しております。そしてねこちら侍ジャパングッズが販売されておりました。2月ですね、宮崎キャンプ行ってみましたが、あの日もすごかったですね、グッズ列が。東京ドームでのね公式戦も本当にもう早朝から夜中からですね並んでいらっしゃる方もいたとか、本当にすごい人気でございましたけれども、まあ、ちょっとねその頃のね記憶をちょっと呼び起こしたりですね、懐かしいなぁなど思いながらですねグッズを見ておりました。今日はですねちょっと3つのシートをざっくりではありございましたが、取り上げてみました。何かのね参考の一つとなっていれば幸いです。個人的には2階が好きなんですけれども、入場時はですねもう本当にあの階段がね結構ありましてね大変だったりするんですよね。本当にざっくりではございましたけれども、少しね東京ドームの座席からの見え方ですとかね、様子がですね少しでもお伝えできていたら嬉しいかなと個人的に思っております。本日はですね動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。リンクスのタクでした。それでは。